頑張ってください。ボス。私も二人を精一杯、力いっぱい支えてまいります。頑張りましょう。ボス。大山総裁の慰霊碑の前で改めて誓いを立てましょう。ボス。大山総裁はその時、とても頬は痩せこけ、そして顔の半分が引きつったような状況でありましたが、自らの拳をじーっと、握って大山総裁はその自分の自らの手を眺めていたわけです。私が病室に入ってきましたら、私の顔を見てしばらく間を置いて、老山君、極真空手は英語を不滅だと、そのようにおっしゃいました。それは私への遺言でした。大山総裁のお言葉は、極真空手をもっともっと立派に発展させ、そして代を経て極真空手がいつまでも立派に存在するように、これから頑張れというようなお言葉であったと、私はそのように思っております。今私は岡崎宏と小山昭雄、このような立派な後継者に出会ったということはとても幸せだと思います。私はこれで引退したわけではありません。今後私は二人を立派に支え、また自らも死ぬまで私は自分の修行に没頭するつもりでいれます。精進します。今後も変わらず極真館をご指導、またご支援いただけますことを皆さんにはお願い申し上げて、私からのご挨拶と、させていただきます。おっす、ありがとうございました。極真空手道連盟極真館館長老山初雄、極真会館の前身となる大山道場の時代から大山増田総裁に指示、全日本選手権を制し、これまでに世界中の組織を発展させるとともに、多くの空手家を輩出してまいりました。主席者岡崎宏と、若くして老山館長と出会い、40年以上にわたり支持されてきました。その後、極真会館福島県支部長を歴任、また極真館初代技術委員長として極真館の技術体系を確立した功労者です。本部長小山昭雄、岡崎宏と指摘し合うとともに、長年にわたり老山館長に支持されてきました。古くは初代老山道場内弟子寮長、また極真館では参院支部長、初代全国本部長を務めてまいりました。以上、極真館を代表する、いや世界を代表する空手家3名による連勝の演舞を披露いたします。正面礼。そう、連勝よい。極真館これまでの歩み。
2003年1月13日、極真空手道連盟極真館は、極真空手創始者の大山増達総裁の意思を受け継ぎ、老山初雄館長が発足しました。極真会館時代からの弟子である岡崎博人首席師範、小山明夫本部長と全国34支部の支部長たちと活動をスタートいたしました。2003年6月15日、第1回全日本ウェイト制空手道選手権大会が埼玉スーパーアリーナにて盛大に開催されました。その後も主要行事として毎年春と秋の年間2回の開催が恒例となっております。また2005年9月11日にモスクワ、2009年10月6日にハンガリーにて世界大会を開催いたしました。新型コロナウイルスの影響で2020年より全日本大会の開催を中止しておりましたが、本日2年ぶりに開催することが叶いました。その他合宿やセミナー、演舞会など年間行事を通して様々な武道交流を図り、世代や男女の垣根を越えて共に稽古に励み、武道精神を養っております。現在極真館は国内45支部、海外190支部、在籍国は70カ国以上となっております。日本のみならず海外との武道交流も積極的に行い、国際色豊かな団体として成長いたしました。極真館の理念は武道空手の追求と青少年の健全育成です。私たち極真館は大山総裁が残された武道空手の精神を50年100年先まで継承することを第一義とし、確固たる信念のもと時代の趨勢に流されることなく、社会から必要とされる組織づくりを目指しております。名称岡崎博人殿、東方古伝極真空手道修行に信仰も尽くし、理業ともに大いに表せる。よって極真空手道連盟極真館館長を任命する。2022年4月17日。任命書、小山昭夫殿、東方古伝極真空手道修行に信仰を尽くし、理業ともに大いに表せる。よって極真空手道連盟極真館国際本部長を任命する。2022年4月17日。はい、これから手を前についてありがとうございます。館長、代替わりの、つまり継承の式典が終了いたしました。もうこういう式典を目の当たりにすることもなかろうかと思っております。と申しますのも、どんな世界においても世に言う出生身体ほど難しいものはございません。その意味において本日の老山館長、誠に立派、誠に頭の下がる出生身体を演じてくれました。これからのお二人の歩みをみんなで見守っております。これからは老山館長と比較されることも多かろうと思います。そのために苦労することも多分多いと思いますが、耐えてください。しかし耐えるということは何もしないということではありません。どうか小さな完成品を目指すのではなくて、大きな未完成品を目指してください。極真館の
ますますの発展を心から祈念しております。おっす。